忘れない愛がからいつまでも愛がから彼女はいつもミルクティーへ駅のそばの喫茶店で新しいシャツ太りそして旅行の計画が渡話をしたいけれど野暮な性格ばかりじゃまずどうしよう他の子が邪魔するこんな時妙に仲がいいよねこれが女の礼だからのか止まるね先生とてもし長めの髪揺らして泣いているあの子を見た何かな何なんだろうなベイベー涙かわいいやつに会いたい松ぼこに空しようかでも多分やかされるからやめようどうしようどこの太陽はこんな時全然使えません厳しいね人生というのはなかなか先生とてもできれば一緒に踊りたいキラキラと光を浴びたくたい本当は誰か好きな人がいること知ってるけれど「どうしよううまくいかないとき」「こんなときもっと大人になりたい」「誰もが悩んだことなのか」「まったく先生」「強く抱き合った仲間ともいつかは」恋心いつまでも恋心